はい、歌見のです。じゃあ前回の続きやっていきましょう。前回何してたんだっけ。ダメだ、覚えてね。なんだっけな。あ、もうさっきちゃん一択じゃないですか、この今の見た感じだと。もう他の人にね、もう興味がなくなってきてますけど、まあ、チャンリーでもいいんですけど、やっぱりね、なんかさきちゃんへのね罪悪感みたいなものがありますんで、ちょっと気で言ってきましょうか。のっけから噛んでしまいましたけど。今日はどこに行こうかな。もうもちろんさきちゃんに会いに行きます。おばさん越えのさきちゃんに。いいね、何度聞いてもいいっすね。こんにちは。こんにちは。あ、これ場所違くない、いつもと。何これ。なんか違くないですかこれ。俺の勘違いかな。何聞きましょうか。これ多分もう聞いても意味がないのかな。恋愛の話聞いています。ね、いきなりまたね、こういうよくわからないことを聞いてみる。いい人いるんですか、さきちゃん。さきちゃん相手に恋愛の話って、はい、どんどん聞いていこうぜ。このね、お姉さんキャラにね、ちょっと突き進んでいきたいかなと、まあ、個人的に思ってますけど。いや、さきちゃんと好きな人とかの話ってしたことないと思って、うん、おっと、ゆきちゃんのこと。そういうなんか声で言うのやめてくれないっすか。なんかなんか心が揺れちゃうじゃないっすか。なんかね、彼女持ちの人のことをちょっとだけ思ってますみたいな喋り方やめてくれ。あ、いや、そういうわけじゃないけど、そうなんだよな、さきちゃんいつも人のこと考えちゃうんだよな。人の恋愛に意味不明に口出しして全部ぶち壊すやつと違って、さきちゃんって本当に意味で理解かな、考えてくれるんだと。本人の恋愛話にはならないわけだよ、逆に。どうかしたの。いやー、いい笑顔ですね。こういう人だから、さきちゃんってこういう人ってどんな人を好きになるんだろう。いや、攻めていきたい少し。あ、もうあれでしたっけ、クリスマスとか近いんでしたっけ。もうそれすらもう覚えていないって言ってね、やったのが昨日なんですけどね。今日普通に仕事が忙しくてね、疲れ切っている。あ、今日あれでしたっけ、チャンリーのバイトに来いみたいな、なんか仕事させられるんだっけ、なんか北条さん関係のストーキングの話でしたっけ。いつにもなく緊張しながら問い合わせると、ジャニーの控室にまっすぐ向かってくれと言われた。俺のために完璧に手配が整えていることに驚いたけど、しかもいきなりチャンリー付きに最低だってことはもっと驚いた。本当にすごい存在なんだ、チャンリーって。まあ、何？何すか？控室に入ったってことだね。はい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 。どうやくん、ご苦労様。いやー、どういう話になるんですかね。私の都合だけでわざわざ来てもらっちゃって。いや、別にいいっすよ。ちょっとあなたのことがね、好きなんで。あなたのことが好きなんで。こんなにチャンリーにアデンされるなんて一体何をしたんだ俺は。座って。トウヤ君は今日一日私のマネージャー代わりってことで、私のそばで待機していてもらうわ。どういうことですかね。いや、なんか退屈かもしれないけれどね。どういうこと。普通に風邪ひいちゃったみたいな。でもそれ2日前ぐらいに言いますか。なんか急遽入るから、なんかその当日とかに言われるんじゃないの。この策略的な、なんか代替みたいな、どういうことですかね。そういえばあの時の病弱者のマネージャーがいない。いつものあの人は、彼、トウヤ君を専属マネージャーにしたいからクビにしちゃった。なんか冗談か本気かわからないことはやめてくれ。本当で言ってるんですかこれ。チャンリー、俺別にこっちの業界の人間になるなんてそんな考えてないし。
嘘、トウヤくんすぐ本気にするから面白くて。もうキモいよ、そういうなんか微妙な線で言うのやめてくれ。なんか普通にね、この笑顔でね、なんか言う、本気で言う人もいるからね。もう怖いわ。当たり前じゃない。怖いわ。勝手に私がトウヤくんを取っちゃったら、ユキに本気で泣かれちゃうわよ。あなたは結構ね、それもしかねないキャラだと私は思ってますけどね。できたら怒ってほしい。でもよかった。当然って言ったら当然だけど、こんなこと本当にあっちゃダメだよな。ほんと、トウヤくんってユキとそっくり。あ、なんかその全部受け止めちゃうみたいな、全部言葉通りに取り回すみたいなことだから。私のこと女王様みたいだとかって思ったでしょ。いや別にそんな感じはないですけどね。なんかちょっと闇を抱えている少女ぐらいですよ。いやそんなこと、それにしても俺そんなに言われるほどユキと似てるかな。本当かしら。まあいいわ、そういうキャラクターだから。結局今日のトウヤくんの役目はマネージャー代行だから。本当に病欠みたいなことなのかな。スケジュール通りにタイムキーパーしてくれたら、あとは自分でどうにかできるから。手のかからない子なのよ私って。ああ、そうですか。よくあなたのこと知らないね、まだ。なったわよ。は、なんか首にしたみたいな、なんかなってなかったか今。仕事のできない人間が職場から消えるのって当然でしょ。もうさらっとさらっと、もうさらっとして、もうさらっと言うじゃないか、もうそういうことを。どういうことですか。本気にし、何しろみたいなね、本気にするなみたいなことを言っておいてね。それは本当なんだ。はあ、あの人じゃ私の毎日のスケジュールには耐えられなかったみたい。まあもう少し経験積まないとね。ああ、普通に向こうがくたばったということか。大丈夫よトウヤくん、君は今日の夜までだから。ああ、過密スケジュールすぎてってことなのかな。それから新しいマネージャーが来てくれることになっているし。ああ、頑張ってください。はい。大丈夫って言われて、そんな頑張ってみよう。あはははお願いしますトウヤくん。あなたが綺麗なんで頑張ってみますよ。あははは。はところでお話ししたいことなんだけれど。あ、ストーキング事件のことですか。ふうに彼女の声のトーンが落ちる。ああ、そういえばそうだっけ、何なの。つられて俺の声も低くなる。クリスマスイブにユキのコンサートがあるのは知っている。まあそれはちょっと誘われているんでね、彼女からのお誘いなんでね、はい。そのコンサートにトウヤくんも行ってほしいの。それは何、どういう立場で行ってるんですか。うん、これは私からお願いするの。どういう意図があるのか俺には分からんぞ。なんか30過ぎになったけどね。よく分からない。友達としてお願いだから、ちょっと寂しい思いをしてるユキちゃんのために行ってくれみたいなことなんですか。ずっとユキについていてほしいの。いや、なんかもうユキちゃん病んでるんですか。なんか少しあなたから見てそういうことなんですか。あー、だったらできるだけユキについていてあげて。はい。ね、それはステージが終わった後ってテンション高くなってるし、そのくせ不安定な状態だから、ユキみたいな子には誰かがしっかりとついててあげなきゃ。あ、こういう舞台は初めてなんですか。かなり大きな舞台みたいな、そういうことってことですか。それだったらさつきさんがいるから大丈夫だよ。俺は自分の無力さを自重するかのように笑う。やばい、嫁篠塚さんじゃダメなのよ。ダメなのよ、はあ。どういうことを言われたのか分からない。まあ俺は彼女を見つめる。分かったわ、正直に言うわ。ちゃんと言わないとフェアじゃないものね。あれかな、北条に結構追い詰められてんのかな、なんか言われて。はあ、これは絶対に誰にも言っちゃダメよ。ユキにも篠塚さんにもよ。急に BGM がなくなったぞ。ホラーゲームになるのか。真剣な顔になるとキャンディーって迫力あるな。あのね、私の兄さんユキのこと本気で好きみたいなの。
たぞ、ついに来ましたよ、ついに皆さん大歓喜こういうのがね、こういうのを待ってたんじゃないですか皆さん、このぐちゃぐちゃした人間関係兄さん、尾形英二、マジか、これでなんかいろいろ起きちゃうってことか。結構予想はしてましたけどね、なんか結構こういうねえ、なんか立場にね立たされるなんか感じの子もいますからね、こういうゲームの中では。あ、でもすぐこうのトーンを戻して、何かの機会に手を出さないなんてありえない雰囲気なんだから。マジっすか、犯罪だけはやめてくださいあの北条が本気でユキに手を出そうとしてるって。おお、ははは、じゃないわよ東也くん、本当よ。あー、それは確かにチャンリーは真面目になるのはありといえばありってことなのか。あー、だってそのチャンリー女の人にモテないわけじゃないんだし、ユキになんかモテるとかモテないとかの問題じゃないでしょこの場合。ガチで好きになってしまったということか。問題は24日のクリスマスコンサートにユキに何かするかもしれないってことクリスマスだからなんか用意しようとしてんのか。二人の関係がねまだ全くわからないんでね、会話してるとこもね聞いたことないしね。兄さんがもう真面目に聞いてる？うん、真面目には聞いてないかなただ頭の中は整理できないだけだ。だからコンサートが終わった後とかどうにかして東也くんにユキのそばにいてほしいの。チャンスを与えるなということか。どうにかしたって、どうにもできないって俺には確実にそうだって言えないじゃんか、言えないじゃないか。大体何の根拠も根拠を知ってるなこの子。チャンディは一瞬何か言いかけて言葉を飲み込む。ちょっと言えるわよ、これはストーキングで何かを発覚したのか盗聴とかしてたのかな。私ね、12月23日から31日までコンサートツアーでここから離れるの。はいはいはい、北海道から九州までね、うんうんうん、クリスマスイブを挟んで8日間の日本縦断ツアー。うわ、ブラック企業じゃないですか。私の会社はあれですよ、6勤までですよ6連勤までですよすごい、さすがだ、ユキのはるか上を言っている。でもそれと何か関係が。私も去年まではクリスマスはこの街でライブをやっていたのよ。なのに急にツアーに出すなんて絶対におかしいじゃない結構勘ぐりすぎてんじゃないですかそれは。いや普通に2番手というか次のアイドルとして送り込みたいだけなんじゃないのか。それは私の軽率な、ね、頭の判断ですかね。どこまでね北条がね本当にいやらしい人間かそこまで分かってないんで、はい、あ、普通はそんな全国ツアーとかできないわけだし。だったらどうして兄さんは私の方についてこないのよ。あ、それはだから次のこのプロデュースをしてるだけじゃないの。ごめんなさい、そうなのよ、近いところまで来たら顔くらいは出すとかなんとかいい加減なこと言って。いや本当にそういうことじゃないのかなこの子は兄貴のことが好きなのか、そんなに。私がいると邪魔だから。いや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 、女の子はそういう考えがどこもまあいるっちゃいるけど、ちょっと考えすぎじゃないですか。ほらチャンリーは心配しなくてもちゃんと自分で完璧にこなしちゃうから、言葉とは裏腹に俺の気持ちもかなり焦ってたけど顔には立たずもう一度軽く笑ってみせる。お前もビビるな。まあ完璧ではなさそうですね、なんかいろいろ繊細な部分がありそうですけど、うん、なんでもない。さてさて、ね、さてさて、少しねストーリーが動きましたけど、うん、でもやっぱ考えすぎなんじゃない。そうか、何頭のあったかいこと言っているの頭のあったかいことなんて俺初めて聞いたぞごめんなさい、聞き逃して。本当のところは、なんて、実際どうだっていいの。実際どうだっていいの。他からどんな風に見えるかってこと。いや別にプロデュースしてるって見えるだけじゃないのか。一度でもマスコミに騒がれたら
事実はどうあれ既成事実ってものが成立しちゃうんだから。いや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 、そう立場が分からんけどな、二人の。東野くんしかいないから。はい、まあそうですが、プロデューサーだからじゃないのか。まあ土井淳その道を俺ユキに会いに行くつもりだし、まあ、まあそうですね。よかった。考えすぎですわ。本当に天使みたいだ。彼女さらに何か言おうとしたけど、その時北条が来る。あ、違うか。局のスタッフらしい女性がドアから上半身だけ覗かせて、チャンリーに間もなくスタジオの準備ができていると告げた。わかりました、急いで準備します。そういうことだから、続きは仕事が終わってからね。ちょっとね、勘繰りすぎなチャンリーでしたが、いやいや、でも少しは動きましたね。ああ、これなんかオープニングかなんか出てるやつじゃないですか。めちゃめちゃイナバウアーみたいなしてないこれ。カメラの位置かこれは。俺こんな間近であのね、チャンリーのステージを見られたことに感動した。こんなたくさんのライトとカメラにさらされた彼女はまるで今まで何もなかったかのように数式に微笑んでいる。完全な笑顔ってああいうのを言うんだろうな。あの笑顔の後ろで北条さんの、北条のことや雪のことや俺のことを考えていて、俺のこともかな。あははは、とだけ言っておこう。雪と付き合ってる俺のことも考えてくれたってことか。いやー、ちょっとね、違う考えもあるんじゃないですか。でもいや、仕事しすぎでしょ。このテレビ局だけでもういくつもの収録あり、一通り終わったのはもう夜も明け、更け始めた時間だった。お疲れ様、東野くん。お疲れっす。もう8連勤が待ってるんですよね。マジでお疲れっす。ステージから降りたばかりの、チャンリーがまっすぐに俺の方へ歩いてきた。お疲れ様でした、東野くん。いや、こっちは見てるだけだったじゃないか。カメラの前で放っていたオラがまだ残り火のように彼女を取り巻いている。はい、東野くん。はい、東野くん。はい、東野くん。なんすか。なんすか。諭吉でも渡してくれるんすか。手渡し。諭吉をつ。はい。わけもわからないまま俺はその手を握って上下に揺らした。は？握手をしたってこと？あ？やべえ、主人公と被った。主人公と被ったぞ、考えが。はあ。違うわよ、東野くん。ハイタッチをしたかったのか。うわ、めっちゃバカにされてる気分。別に、バカにされても別に悪い気はせんが。なんだかに分からず俺は謝る。はいはい。もう歯が10個ぐらいついてるぞ、言葉で。ごめんね、涙出ちゃった。タオルちょうだい。ハイタッチってこと、その手の位置がわからんから。だって東野くん本気なんだもの。握手。いや、あの話聞いてたら、今後ともお願いしますみたいな握手かもしんないじゃないですか。うわー、あははは。俺は彼女の肩を押さえる。まだ何人か不審げにこっちを見ている。本当にごめんなさい。もう大丈夫。まあでもね、笑うことはね、いいことですからね。ストレスをね、なくす、免疫力をすごく上げてくれるので。はい、もう笑わないわよ。素晴らしい。薬剤師的にはね、ナチュラルキラー細胞というのがありまして、それをすることによってね、もう癌細もやっつけてくれるという、このね、もう笑うという素晴らしい現象。本当かな、なんだか必死だよ。あのね、東野くん、私飲み物が欲しいの。パシリってことですね。はいはい。そして彼女はうちのパイプ石の上にあるストローのついた水筒を指さすか。刺すみたいなね。
チャンリーはこれを渡してくれって言ったんだ。あ、握手じゃなくて、あ、喉乾いたから水くださいみたいなシチュエーションがわからんわ、もうわからん。本当に今日はお疲れ様でした。あとは別の人が来てくれるから、トウヤくんはこれでおしまいよ。まだ仕事するんすか。お疲れっすね、本当に。どう、疲れた？いや、あなたの方がちょっと疲れてるんじゃないですか。当てて俺は強がって見せる。チャンリーなんか本当に全然バズってる様子も見せないのに、そんな格好悪い。今日は本当にトウヤくんのおかげで助かっちゃった。笑いまくったからね。そんなに俺なんて何もしてないし、謙遜じゃないほど、俺はたどたどしく彼女をサポートしたに過ぎなかった。うん、そうでしょうね。本当は今日一日仕事をキャンセルしなきゃダメかなって思っていたんだけれど、そんなになんか仕事があるっていうか、まああれか、サポート的な。ちゃんとやれたわね、トウヤくんがいてくれたおかげ。まあね、こいつもね、これバイトしてますから結構。お世辞でもその言葉と、あの天使の微笑みとで、なんだかバイト代なんてもらわなくてもいいみたいな気分だ。まあ学生でね、なんかこういう経験できたのはまあいいことなんじゃないか。本当よ、リラックスしてやれたもの。はいはい、トウヤ君が握手してくれたおかげかな。それは最後なんじゃないのか。いやー、いじってくるね。でも本当にトウヤ君が私のマネージャーだったらよかったのに。はいはい。彼女のこんな冗談も犯罪者だ。あー、笑顔がってことか。お礼にトウヤ君を私のライブにも招待するんだけれど、でもダメね。まあ別に24日以外だったらいいんじゃないですか。ああ。めっちゃかぶってるわ俺と。ダメよ、その前後もできるだけユキから離れないでいてほしいもの。どんだけビビってんだ兄貴のこと。自分の兄貴のことぐらいはね、信頼してくれ。トウヤ君はユキのそばにいてあげなきゃいけないんだから。いやいや、考えすぎてるよマジで。さあ、今日はトウヤ君はこれでおしまい。はい、そうっすか。新しい人への引き継ぎとかは私がやっておくから。あ、頑張りますね。シャワー浴びていく。頑張る人嫌いじゃないな。じゃあ俺これで。シャンリー、あんまり無理しないで。無理？大丈夫、私ステージに上がるために生まれてきたみたいなものだから。いやじゃあまたね。かなり自分を高く見てらっしゃる。右手差し出す。何を渡したいのか。俺は身の回りを探す。握手。嫌なやつだな。トウヤ君がいつもそばにいてくれたらって思うわ。いや、で、まあね、かなり好感度は上がってきてるってことですね。俺はそれ以上何も言わずうつむく。いろんな意味に解いたけど、俺はあえて臆病な意味に取っておくことにしたと。それじゃ。はーい、またね、バイバイ。何、誰が誰を好きになっても俺は構わないと思っていた。北条が誰を好きになっても、ユキが誰を好きになっても、チャンリーが誰を好きになっても、だけど今のこの不安にも似た気分は何だろう。本当に俺は誰が誰を好きになっても構わないなんて言えるのかな。そして俺自身はどうなんだろう。まだまだ小さな心のささぐだったけど、なぜかそれはひどく根深いものに感じられた。ついに浮気芸開幕か。長かったね。ついに動くのかな。いろんな人を好きになると、いろんな人に手を出し手を出されると、そういうことかな。さあ、長い一日が終わりましたね。誰だこいつは。これまたマスターなのかな。でも分かんない人は言っとくしかないっすよね。さあ、何でしょうか。これマスターだったらもう二度と行かねえぞこの。あ、どうや。お前かよ。うん、出かけ。はいはいはいエコーズ。はい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 。
僕も。はいはい、そうっすか。はいはい。ね、一緒に。あ、キモいっす。では、何を言ってるんだ店長。はあ？ピラミッド状に積み上げている。しかも真剣に。すごい。あきら、他に言うことがあるだろうね。あ、どうや。静かに閉めないと。何の話だ。もうやめてくれ、これ子供みたいなことは。店長は店の奥にこもってしまった。あ。やっぱりダメ。はいはい。めっちゃテンションが下がるイベントだな。もうどうでもよかったわ。料理だったら僕が作るから。またお前言ってんのかよ。可もなく不可もなくを作る天才。なんだか楽しいね。客が来たということか。本気で楽しそうだな、アキラ。こういうのに向いてるってことか。暇になっちゃった。まあね、もうどうでもいいっす。今日は2人いてよかったね。あー、仕事がちょっと大変だったってことね。うん。そして俺たちはだらしなくカウンターでくつろいだ。しばらくしてから、そろそろ閉めようか。うん、閉めましょう。あなたといたくないんでね。これで終わり？やめてくれないっすか、あのびっくりマークでそういうの出すの。もういかねえわ、もう。二度とああいうエコーズでびっくりマーク来たらいかねえわ。何？ちょっと待ってくれ。これ二択って何？この、なんかクソみたいな二択。じゃあもう、ね、萌えっ子に行きましょうか。いやー、あんまり興味ないけどな、今のところ。あ、まなちゃんだ。いやー、まなちゃん。あ、藤井さん、どうしたの。いやー、もう仕方なくね、あんたのとこに行きました。はい。さて、何にしましょうか。これはまだ危険だろ。あー、テレビ局でもう自分のこと言ってどうすんだっていうね。文芸マスターだからな。文芸マスターってことは文芸聞いたらなんか面白いこと起きるのかな。ちょっと聞いてみましょうか。懐かしいなって思う。何が？うん、制服。うん。そうですね。はい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 。はるかはあれ。何が言いたいのかな。制服が好きなわけ。やめろ、そういう風に撮るのは。そういうんじゃなくて、ほら、制服が好きとかそういうことじゃなくて。制服よりも、それ着てる人の方が好きって。はいはい。やっぱり変態。変態はね、あれですよ、大人にとっては褒め言葉ですからね。そう褒めないでくれ。揺るがないな、この評価は。私は着てる人よりも、デザインの方が好きだけど。そういうあれか。はい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 。終わりかよ。サクッと来たな。ついにね、クリスマスイブが来てしまった。今夜はユキの初のソロライブだ。初なんすね、ソロが。ああ、いつもは一緒に誰かとやってた。始まるのは夜遅くからなんだけど、今からワクワクしちゃってる俺。ちょっとかっこ悪いかな。来たかな、電話が。うん。あ、どうや。まだ出てないんだ。お前はいらないから、本当に。だって今日ユキのライブなんでしょ。いや、朝一で行く必要はねえだろうが。でも結構遅くからだよ。出る。トウヤのことだから今から出かけちゃってるんじゃないかって思って。一緒に行こうかってことか。ダメだ、そうそうしてるの。アキナにさ、見向かれている。僕もさ、本当は行きたかったんだ。本当はってなんだよ。チケット取れなかったんだ。本当に売れてる子なのかな。何のんきな声出してるんだよ。
どうせトーヤはユキに直接もらったとかそういうのでしょ。トーヤもユキももう少し早く行ってくれたら予約もできたんだよ。何も言ってくれないんだもん。はいはい、もうどうでもいいっすよ。はい。あれすぐに完売だったって。出遅れなかったら買えたかもしれないけど、何にしても簡単には手に入らないんだって。まあ売れてるってことかな。すげえな、ユキのこと。全然無関心なんだから。まあいいよ、いい機会だから、トーヤもユキのステージライブで見たらいいよ。絶対改心するから。ああ、実際は見たことないのか。改心ってと、改心ってなんだよ。ブランカーの向こうのユキの姿をちゃんと認識するって意味でも。お、分かった、じゃあ熱心に見てくるよ。うん、お、そうだよ。アキラの分までビシッと。お土産はパンフでいい、パンフレットってこと。でもやっぱい。はい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 。さて、ついに24日何かが起こると。そういうことかな。そうそう、時間だ、行こう、雪のステージを見に。道すがら買った花束を抱えた俺が会場に着いた頃には、そこにはもう人でいっぱいだった。うん、中高生ぐらいのグループから俺と同年代か年上くらいの人たちまで息を白くさせて、それでも楽しそうに並んでいる。この人たちはみんな自分のクリスマスイブの何時間かを雪に会うためだけに使っているんだ。ああ、そうですね、大事な日ですからね、一応若い子にとっては。ああ、もうね、30過ぎになるとね、単なるね、単なる一日ですから。いろんな自分だけの雪を求めて、ああ、アイドルあるいはカリスマ、自分だけのスーパースターとして。ああ、俺は雪の恋人なんて言っておきながら、雪に対する愛情という面でここにいる人間全員に勝ってるんだろうか。そういううがった考え方をするのはやめろ。ここに並んでる全員に誇れるんだろうか。そして雪を愛してる人間はここだけじゃない、ああもっと広く巨大なレベルで存在してるんだ。ああ、まだアルバム1枚出してない今年20歳になったばかりの頼りない女性なのに、こんなにも愛される人を集めてしまう。まあ、純粋の子だからってことですかね。はあはあ、だからここに来たのか、ユイに会いに来た。はあ、これからの俺とユキ、正直言ってどうなるかなんてわからない。そりゃ往々にしてありえますからね。だからせめてこの目に全てを焼き付けておこうと。はいはいはい。一応ね、一応青春ですからね。はい、といったところで今回終わりにしましょうかね。今から何かが起こるっていう感じがしますが、ちょっとね、もう30分ぐらいね、来たと思いますので、はい、じゃあまた次回、はい、興味ある方はですね、チャンネル登録などしてですね、また次回の配信連絡お待ちください。次回絶対何か起きますよ。はい、じゃあまたよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。